崎エリカ。そっか。でも発表会明日でしょ。本当に大丈夫なの？ですね。1050円になります。崩れやすいので気をつけてお持ち帰りください。ありがとうございました。ポップが好きなのは、これ美味しそう。でも難しそうだな。あ、チョコも好きだな。抹茶ケーキか。ちょっと渋すぎ。これこれ。待ってなよ。私が特製のお菓子作ってあげるから。セルミちゃん、何作ることにしたの？フルーツたっぷりのロールケーキ。これええやん。ポップちゃん絶対喜ぶわ。でも案外難しいのよ、ロールケーキって。任せなさい。ちょっと待ってやっぱり、私ってお菓子作りの才能ないのかも。そんなことない。焦るからできないのよ。そうや。今日は遅いし、明日朝一で作ろう。グッドアイデア。明日日曜日早起きする。みんなで協力すればきっと上手にできるわ。みんな、ありがとう。いいね。私は魔法堂から直接ホールに行くから。じゃ、ドリーミー。頑張るんだよ。わあ、綺麗に焼けてる。はずきちゃん、クリームは？全部 OK よ。フルーツも多めにカットしといたら。よっしゃ。落ち着いて、バルミちゃん。まだ時間はあるわ。